下のロッキーチャンネル。おはようございます。しばらく日常日焼いてましたけど、一昨日昨日と2日間久々に工場の仕事行ったんだよね。そしたら喉やられたっぽくて、昨日の仕事の帰りぐらいからなんか喉イガ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 して、でなんか頭もボワーっとするし、一応咳はなかった、咳は出てないんだけど、喉のイガイガと痰がやばい。で今喉の保護するためにマスクつけてます。今10時半で、何時間寝らんわ、5時5、6時間寝らんかな。今からすぐそこ札取れって、喉の薬買ってくるわ。謎通さカスカス、休日のパパみたいなファッション温泉最高。っていうかさ、今家帰ってたんだけど、よくよくなんか時効を分析したら鼻水もちょっと出てんな。風邪薬買ってきたからよかったか。まあ買ってきたのが風邪薬じゃなくて、これ喉の痛みっていう、これね、これなんだけど、なんかこれとね、この薬のいいところは、これ置き薬なんだけど、ロキソニンとかさ、そういう痛み止めと併用して飲めるんだって。だからそれがいいよみたいな感じなんで、とりあえずこれを、1回2錠だね、1回2錠らしいです。でこれウルトラマンに入ってる、俺こういうのウルトラマンっつってっから、こういうシルバーのこういうウルトラマンに入ってるんで、乾燥かなんかの帽子なのかな。いやーマジこれ、いやー風邪薬も買ってくれよかったな。とりあえずこれでウルトラマンアット喉早く治ってね、いただきます。あーなんかこれ良さそうな薬ってなんかさ、飲んだ瞬間わかるよね。タバコ吸われる方はタバコを加えていただいて、着火球、喉痛い時にさ、タバコ吸ってさ、火事になった家にガソリンぶっかけるみたいなもんだよ。どうせダメだこれ、今さ家車乗ってるじゃん、うるせえって、パソコンで仕事やったっけさ、今度さ鼻水ダラダラ出てきてさ、でダラダラ出てきたと思ったら、今度鼻詰まってさ、声もおかしいじゃん、で今度頭グワグワしてきてさ、風邪だこれやべえわこれ。で日曜でしょ、左折して札幌新道、いや分かってる、そうすぐだって、だからこれやべえと思って、そのまま病院行くわ、分かってるせ、日曜日だからさ、やってる病院少ないからで探して、ハッサムにあるっていうからね、ハッサムホリデースピン、あ違う、ホリデースピンじゃねえ、ホリデーライカってとこ行ってくるから、いや参ったでおい、行ってくるわ。その前に鼻をかまれる方はティッシュをあてがって、あてがい噴射、なんかね、もうちょいしたら右曲がるらしいよ、これ札幌自動車道のハラスをね、右目に横目にして、てかさ、てかどんどん来てくれました。そこにさ、浜寿司とすき家合体してるんだよ、この下手根通りとこれ新道の交差点とこさ、なんかもう幸せな要素しかないよね、あそこの地帯。寿司と牛丼とカレーだぜ、しかもその横にプロの作業ギアだぞ、完璧でしょ、もうここのこの区画大好きよ。てかあれだな、あそこ来たくなったら、アゼム行きたくなったらダメだ、風邪いてビヨンって、まずはあれよ、風直さないと。
いや明日どうすっかな鳥の仕事。一応電話して相談してみっかな上司の人にね。で病院でコロナとかの検査受けれるんだったら検査受けるよ。全然お金かかってもいいから金ねえけど受けて。やだ終わりじゃん。工場の人たちにさ全部移してさそれでね全員バタバタ倒れたらさマジでさ生産ラインがストップするからね。とりあえずどんな病院なのかな。ホリデー内科クリニックもうそのまんまの名前だな。うわ強風に煽られ温泉寒い。てか向こうハッサムイオンや多分ね。お疲れ様でございます。今帰ってまいりました。今まさかきくんとあとヒロチャンネルね、ヒロハム TV さんのヒロさんと通話してんだけど、ヒロさんちょっと聞きたいことあるんですけどいいですか。はいはい。まずヒロさんは釧路に住んでるじゃないですか。で釧路ってすごい一年中なんかもう霧がかかってるようなイメージが札幌市があるんですけど、それは違うんですか。でもね、でも一年の半分はガスガス霧かかってる。ってことは結構物濡れるんですか。うん、本当に、ま、真夏なら服乾くけど、うん。半乾き状態。ええー。気圧が高いからガスとか効かない。考えられないね。釧路って、うん、海と川に挟まれてるからそれでねガスが一気にワッて出ると思うんだよね。なるほどね。そう今も今日もガスだらけだよ。あ本当。それって空が晴れてても関係ないガス。それはね晴れてたら本当川とか、ええ、海の近くはガスかかるから。なるほど。毎日ではないけどね。ちなみに今日の最低気温何度でした。今日大体8度だって。8度もう5月12日だよ皆さん。寒っ。今の気温が10度。10度だって。冷蔵庫の中、中みたいなもんじゃん。そう。うわぁ。今、携帯で見てるけど、来週の水曜日、6度。6度。笑っちゃうぜ、お前。いやぁ、そうなんだ。あれ、そしたら、松垣君にちょっと質問。まさかくん、人間の七大欲言って。七大欲。欲望でしょ、それ。そう。人間の欲望を七つ言ってって。金欲。はいはいはい。何切った次玉か。あ違うか。恋欲はい。大丈夫。あと5個もあるんだけど。いや、自分の欲をそのまま言ってけばそのまま答えになるよ。自分の欲って、自分の欲。うん。欲。うん。金、女。ああ、言ったら、金があるから、だから、これ恋欲に入るじゃん。金、じゃね？金欲、女欲。女欲。うん。
あ、さ、酒欲、うん、酒欲、はい。で、あの皆さん、あのもう寝ましょう、もう寝るわ、あの俺も今日具合悪いから寝るわ、寝るわ、寝るわ俺。いや、もういいです、いいです、したっけ。したっけ。北のロッキーチャンネル。